アンパンマン、アンパンマンの登場人物一覧アンパンマン、アンパンマンは、柳瀬隆史の絵本、アンパンマン及びその関連作品に登場する架空のキャラクターであり、これらの作品の主人公。頭部がアン、パンでできている、空飛ぶ正義のヒーロー。アニメ版の声優は、戸田恵子。アンパンマンとその作品としての、アンパンマンは、 PHP 研究所が発行する青年向け雑誌、PHP の通刊第257号にあたる子供の絵本の1969年10月号に掲載された青年向け読み物、柳瀬隆アンパンマンという形で書出した。この時期、柳瀬が子供の絵本のために執筆した読み物は連載12本の短編でアンパンマンは その6本目の作品だった。これら12編は、株式会社山梨シルクセンターより、単行本、12の真珠名義で1970年に、刊行された。初版から絵本として刊行されたものでは、フレーベル館の月刊絵本、キンダーお話絵本シリーズの1作品として1973年に、発売された、柳瀬隆アンパンマンが最初だった。 映像としては、テレビアニメ、それいけ。アンパンマン第1話、アンパンマン誕生。1988年10月3日、放映会にて初登場。普段は、パン工場でジャムおじさんたちと共に暮らしている。パトロール中にひもじいものを見かけたら、アンパンでできた自分の顔を差し出す。1969年に最初に、柳瀬が考えた、アンパンマンは、 人間の姿をしていた。また、1973年の作品集、アリスのさくらんぼの中の作品、飛べ。アンパンマンに登場するアンパンマンは頭がパンになっているものの、一人称は俺であり、性格もニヒルなものである。1976年の絵本、アンパンマンに出てくるアンパンマンからテレビアニメ、それいけ。 アンパンマンやその後の柳瀬の絵本作品に登場するキャラクターと同じ性格付けになっている。アンパンマンの誕生日は作者の誕生日と同じ2月6日だとされている。これは柳瀬が子供にアンパンマンの誕生日を聞かれて困った時に自分の誕生日を言ったことに由来する。また、原型作品が発表された、PH、p h p 氏が発行された10月1日。 テレビアニメ放送開始日の10月3日を誕生日とする説もある。テレビアニメ第1話には3歳の誕生日を迎えるシーンがあるが、年齢に関しては、柳瀬本人が、アンパンマンは架空の存在、フェアリーなので年齢はない、アンパンマンワールドに、年齢の概念はないという趣旨を述べている。また、アンパンマンへの質問に対して、年齢はないが、 作品の誕生を30年周年時に、あえて言えば、最初の絵本から数えると30歳と答えている。ジャムおじさんが作ったアンパンの種に、空から降ってきた命の星が宿って誕生した。その際に、僕、アンパンマンデッチュ、と、自ら名乗っている。また、裸体ではなく、ベビー服に、小さなマントを着用していた。ジャムおじさんによれば、 幼少期の時点から飛ぶ力はあり余るほど備わっており、ジャムおじさん一人を持ち上げられる程度の力はすでに身についていた。しかし、当初はうまく飛ぶことができずに悔しい思いをしていた。そんな時、自分の力だけでなく、風と仲良くするように飛ぶことが大事だと、ジャムおじさんに教えられ、次は上手に飛べるかもしれないと希望を持って練習を積んだ結果、 うまく飛べるようになった。崖から転落した、ジャムおじさんを助けたことで人を助けることの意味を学び、森の中で泣いて、いためいけんチーズを救出したことでひもじいものの役に立つことを決心するようになった。一人前のヒーローとして成長してからは、顔の材料も、最上等のものが使われるようになり、バタコさんからは、特製のマントをプレゼントされたため、 それまでより高く遠くまで飛べるようになった。バイキンマンと初めて出会い戦ったのは、その直後の出来事だが、後のエピソードでは、幼少の頃からすでに戦っていたという設定になっている。困っている人やお腹を空かせた人がいないかパトロールしたり、パン工場のパンを街中に届けたりするのが、毎日の仕事。仲間の食パンマンやカレーパンマンらと共に、 パトロール活動をすることもある。時事休暇を取るジャムおじさんやバタコさん、不定期でパン工場へ手伝いにやってくるメロンパンナやクリームパンダと違い、アンパンマンには休日がない。雨天でも潜水服のヘルメットのような透明の防水具をかぶってパトロールに出かける。パン工場への出入りは大抵煙突を使用している。クリスマスイベントやキャンプにても、 パトロールに勤しむことがある。群衆の遊びや踊りの輪に加わることはほとんどなく、ジャムおじさんらと一緒に傍観していることが多い。カレーパンマンが子供たちと思いきり遊んでいても、アンパンマンはあくまでも付き添いという立場でいる。自らは飲み食いせず、みんなが食事をしている時は傍観者でいる。これには、 自身を食事として差し出す役目があるから、頭の中のあんこをエネルギー源にするため、食事の必要がない。体と頭が繋がっていないために、食堂もなく、飲食ができないなどの説がある。だが、バースデーケーキを食べたり、他のものと同じようにパンを取ったり、自分の席の前にも配膳されたりと、ごく稀に食事の描写が見られることから、飲食ができないというわけではない。 また、少々のジャンボが果物を顔のかけたアンパンマンに食べさせようと考えたり、カレーパンマンが甘いアンパンマンにカレーを食べさせてやろうかといったこともある。他にも、バイキンマンがアンパンマンに変装して飲食する場面も存在する。睡眠は必要としていて、あくびをしたり、パン工場の個室で休んだりする描写がある。しかし、遠くまでパトロールをして朝帰りしたり、 困っている。ゲストキャラクターを助けるためや、アンパンマン号の操縦のために徹夜することもある。アンパンマン像、バンダイ本社前に立つ、FRP 人形。頭部は、アン、パンでできている。アンパンのアンで、最も一般的なのは、腰アンと粒アンだが、原作者ヤナッセは、アンパンマンのアンは粒アンだという。その理由としては、自分が好きなのが粒アンだから、 そして、粒あんの形状を脳みそに見立てたのだという。また、柳瀬と一緒に仕事をしていた、a 六助が、腰あんが好きだから腰あんだというと、柳瀬は、絶対に粒あんだと言って譲らなかったという。その理由は、たくさんの人がいて一つのことができるように、あんこも、たくさんの粒がないと成り立たない。腰あんだと一粒一粒が残らない、というものだった。なお、 本校では、頭部、頭と呼んでいるが、作品、アンパンマンでは、古いものから新しいものに取り替えられるこのような、頭部を、顔と呼んでおり、新しく用意された頭部のことを、新しい顔と表現している。茶色のマントを着用しており、これで空を飛ぶことができる。飛行に制限はなく、宇宙まで飛んでいったこともある。また、 マントの上に誰かを乗せた状態でも飛ぶことも可能。このマントはバタコさんが縫ってより、破れると飛べなくなる。基本的には同じものを何度も縫い直しているようで、近くでよく見ると、継ぎはぎの跡が見られる。ただし、破れたり焼け焦げたりしたマントを新しいものと完全に取り替えることもある。体の構造は不明。体はないという説もある。 ただし、アンパンマンは、パンの妖精なので、体が何でできているのかはわからない。という設定は存在する。柳瀬は、生まれた時の裸体を一度だけ描いたことがある。前述の通り、飲食をしないが、かつては、歯が生えている描写があり、歯磨きマンが登場する話では歯磨きをしていた。また、涙や汗を流すことがあり、それが原因で力が半減したこともある。 また、目には見えないが、アンパンマンの体には前述の、命の星が溶け込んでいる。命の星がないと復活することができず、映画、命の星のドーリーでは死亡する描写がある。他にも、火事や雪崩などに巻き込まれた際に、静止不明となったことがあるが、いずれも、最終的には、星の力によって復活している。赤を基調とした服の真ん中に、ニコちゃんマークをつけている。 黄色い手袋をしているが、初期は5本指が描かれていたが、その後、ボール状に描かれるようになった。履いているブーツも色は黄色。寝るときはパジャマに着替え、ナイトキャップをかぶって、ベッドで寝ている。昼間と同じ格好のまま寝ている時もある。演劇に出演する時をはじめ、浴衣やタキシードなど、他の衣服を着ることもあるほか、 服が洗濯中の際にカレーパンマンの服を借りたこともある。顔前述のように本作で顔と呼ばれている頭部は粒あんのあんパンでできている。これは食べることができ、お腹の空いた人に与えることができる。その味は口にした、誰もが美味しいと声を揃えるほどの美味とのこと。このあん、パンを人に食べさせてあげようとして拒まれることもあり、 その際、カレーパンマンやミルク坊やなど、他のものが代わりに助ける場合もあるが、その様子を見ても決して不快に思うことはない。顔すべてを与えることも可能で、絵本では、自身の頭を近づけさせて、すべて食べ尽くされて、首なし状態のアンパンマンが描かれたこともあり、頭がなくても空も飛べる上に話すこともできる。体に最低限のエネルギーを蓄えておくことができる。 しかし、首なしは残酷に見えるため、テレビアニメでは一部を与える表現に止めている。もっとも、映画、救え。ココリンと奇跡の星では、自分の顔をすべて与えているシーンがある。この時は新しい顔をもらうまで全く喋らなかった。ため、意識があったかどうかは不明。絵本のアンパンマンは、死ぬほどお腹を空かせたものでなければ、 顔を上げなかったため、自らあん、パンを食べに狙う者が現れると避けていた。また、テレビアニメでも、バイキンマンの策略で、豚マンマン、アンコラ、ナメクジラが襲ってきた時は顔を上げるのを嫌がっていた。手を使わずとも、頭を早く何周も回すこともできる。水に濡れる、カビや泥で汚れる、強い打撃で歪む、誰かに頭を与えたために欠けているなど、 頭に何らかの異常をきたした場合、つまり食べられない状態になってあん、パンとしてダメになった時、力が出なくなる。テレビアニメ初期では異常をきたしてもジャムおじさんに知らせずに自ら解決したことが多々あった。カビルンルンに全身を汚されてもアンパンチでバイキンマンを追い払ったことがある。海に落ちてもそのおかげで目が覚めてアくビドリを助けたこともあった。 テレビアニメでは2000年以降、自らジャムをさんに知らせてということが多くなった。一方で、顔を汚されるも、バイキンマンが勝手に退却したことや、顔が欠けたり歪んだりしていても他のキャラクターの援助によってそのままバイキンマンを撃退した例も稀にある。また、水中に潜っても、早めに上がれば、パワーダウンしなかったり、ずっと潜れば、徐々にふやけて、 パワーダウンしたりしている。バイキンマンがコンピューターで分析した結果、顔の3分の一を失うと、力が65%まで低下することが判明している。顔が汚れた状態で石化された時は、石化が解かれても顔は汚れたままになっている。また、顔に落書きされた場合でも力が出なくなってしまう。OVA、一緒にお勉強一お花畑で、 お弁当を楽しいサイクリングでは、鉢に花を刺されて腫れ上がったことがあるが、この時は痛がっていただけで力が減少することはなかった。雨が降っている時や潜水するときは、顔が濡れないようにヘルメットをかぶっているが、バイキンマンに壊されたり、ドキンちゃんに外されてしまうケースも多い。花の取り外しは可能だが、その場合も力は半減する。パンのため、 誰かに頭を与えてあげて全く痛みはなく、むしろ快感だと答えたこともある。なお、かつては敵にやられて、力が出ない状態になる展開がほぼ毎週、マイパートで見られたが、その割合は年を重ねるごとに減少していった。2020年時点では、1ヶ月に1回程度という、むしろたまにしか見られないシーンになっている。ジャムおじさんたちによって作られる。 新しい顔と交換することで元気100倍アンパンマンになり再び活力が湧く。基本的に体がどのような状態でも顔さえ変えれば復活できるが命の星が体から抜けている状態では復活できない。バイキンマンの作ったプログラムが分析したところでは顔を取り替えた直後は100%以上の力を発揮する。このためバイキンマンは アンパンマンに新しい顔に取り替えられないように邪魔をすることも多い。顔が付け替えられる前にバイキンマンに惹かれてしまい自分で探して付け替えたこともある。なお、顔の交換の際にはじき飛ばされた古い顔は自然消滅するが珍しく古い顔が残っている描写もあった。敵の攻撃によって状態異常になっても 新しい顔と交換すると元の体に戻る。あるいは、石化、凍結、汚れなどといった体の異常を弾き飛ばすこともある。食パンマンや、カレーパンマンより後から攻撃されても、最優先に、彼の新しい顔が焼かれる。パン工場に行く間がない場合、丼マントリオの掃除機でカビを吸い取ったり、火の玉小僧やラーメン天使に凍った顔を溶かして、もらったり、 バケル君やマシュマロさんに顔を丸くしてもらうなどして、復活することもある。新しい顔は、顔単体では喋り出すことはなく、動いたりすることはできない。なお、新しい顔を投げるのは、大半は、バタコさん、メイケン、チーズ、メロンパンナ、ゲストキャラクターが多いが、たまにジャムおじさん、カレーパンマン、食パンダマン、クリームパンダ、どんぶりマン、トリオ、頼りになる味方。 街の子供たち、敵キャラクターでもある、ロールパンナホラーマンが投げたこともある。その他、特殊な例では、1989年9月11日放送の、テレビアニメ第48話 B パート、アンパンマンと飛ぶ木馬では、バイキンマンが新しい顔を投げた。詳細は、バイキンマン、アンパンマンとの関係を参照のこと。アンの代わりに、カレー、クリーム、 栗あんを使ったり、パンの代わりに、まんじゅう、金太郎飴、パイ、メレンゲ、最中、中華まん、餅、そうめんを使ったこともあるが、それでも本来の元気100倍には及ばないことが多かった。ただし、素材によってはその素材特有の特性が出る場合もある。また、そのあん自体が、有機の花のジュースが混ぜられている、特別性で、これが入っていないと、 本来の力は全く出ない。ジュースの入っていない極普通のアンパンでは元気3倍だった。一度だけ黄金の小麦を使った顔に取り替えたこともあるが、その時は普段を遥かに超えた元気200倍になった。性格は誰にでも優しくお人よしで、この世界に住んでいる人みんなが好き。その性格上頑固な一面も持っており、 物語によってはこの部分が強調されることがある。テレビアニメ初期は、わんぱくな部分もあったが、その後、落ち着きのある礼儀正しいキャラクターに変わっていった。優しい性格へ上に弱いものをかばうが、結果的にそれが甘やかしにつながってしまうというところは、短所ともいえ、その点をジャムおじさんに指摘されたこともある。太陽と例えられるアンパンマンは、夕焼け空や朝の空も好きだが、 星空はそれらよりも好きらしい。心の中にある命の星に勇気や元気が湧いてくるからとのこと。極度の上がり症で芝居は苦手としている。2011年7月の1億人の大質問笑ってこらえてのスペシャルゲストクイズに出演した際も、自らスペシャルゲストさんからのスペシャルヒントとして人前では緊張してしまい、歩くときに 右手と右足が一度に出てしまうことがある。と語っている。このため、演劇や体勢の前でパフォーマンスをするときは、必ずと言っていいほどに喋り方が棒読みになってしまい、白玉さん曰く、芝居に全く向いていないとのこと。芝居に向いていない点は、本人も自覚しており、演劇出演の誘いが来ても、自ら断っている。同様に商売の向上も苦手。 ただし、講談は、非常にうまい。恋愛は、正義の味方であるためか、みんなが好きということで、特定の人物だけを好きになったり、友達、他人などと関係性に優劣をつけることはないが、映画、勇気の花が開く時の作中では、ゲストのキララ姫を気にしている様子があり、好意を抱いていた。その後、みんなのことが好きだよ、とアンパンマンが言ったことでキララ姫は、 自分の勘違いで傷つくことになり、物語の終盤に大きく影響する。また、映画、救え。ココリンと奇跡の星では、バイキンマンに強制変身させられたココリンに対して、君は僕の大切な友達だ。といったこともある。バイキンマンを含め、特定の誰かを嫌いになったり別死したりすることは、ないが、白玉さんやドリアン王女などの推しの強い人物から、 パトロールやパンの配達を口実に遠ざかろうとする描写はある。正義と本当の強さを中を沸かせて苦しんでいるものを助けるために飛んでいき、自らの顔のアンパンを分け与える逆転しない正義がアンパンマンの一番の正義である。空腹以外でも困っているものを助けたり、悩みを持つものの相談に乗ることも多く、それらの者たちが笑顔になることもアンパンマンの正義の 一つである。バイキンマンや、落書き小僧、ドキンちゃんと出会ってからは、どの過ぎたいたずらでみんなを困らせるものを注意したり、懲らしめたりすることもあるが、それは困っている人を助けるためである。柳瀬は、本当に戦うべき相手とは、上や郊外などと語っている。そのため、原作絵本だけでなく、テレビアニメにおいても、 アンパンマンがみんなを困らせるものを止めようと戦うシーンが描かれることがあってもそれが物語の主軸として扱われることはない。敵との戦いによって汚染、破壊された自然や街、建物を復元しようと協力したり、ジャムおじさんたちと一緒にパンを配ったりしている描写が特徴である。敵と味方、善と悪を明確にせず、目の前で困っているものを 優先的に助けている。テレビアニメ第11話 A パート、アンパンマンと遺体のトンデケだけでは、川で溺れたバイキンマンと子供たちの食中毒を治すための遺体のトンデケだけがそれぞれ別方向に流された際、悩んだ末に助けを求めたバイキンマンを救出していた。お人よしなところもあり、隙を突かれてダメージを受けてしまったり、 バイキンマンに利用されたりしてしまうことが多い。バイキンマンやドクターヒアリは騒ぎを起こせば必ずアンパンマンが駆けつけに来ることを知っている。みんなを守るために弱くても戦う勇気が必ずあり、自らを盾にしてでも最後までみんなを守り続ける強い自己犠牲の心も持ち合わせている。特に映画、命の星の通り、映画、シャボン玉のプルン、映画、 ブラックノーズと魔法の歌など21世紀以降の映画ではアンパンマンのこの部分が強調されて描かれている。悪人を働くバイキンマンをワンパンチで懲らしめる姿を見て良いものが悪者を徹底的にやっつけるスーパーヒーローと勘違いされ弟子にしてほしいと頼まれることがある。地味な人助けを優先する彼に幻滅する者も,もいるが、 そういったものも最後には、アンパンマンの愛と勇気を理解する。正義の力は、喧嘩のために用いるのではないという信念を持ち、戦うのはみんなを守るため、困っている人を助けているだけと発言するなど、アンパンマン自身、戦いがあるではないと思っている。アンパンマンのマーチの歌詞にあるように、誰かの夢を守ることはあっても、叶えることはしない。 夢に向かうも挫折してしまった者に顔を食べさせて力を与えたり、バイキンマンのアンパンマンをやっつけるという夢を保ち続けさせるために彼を悪い夢から覚まさせるなどの活躍をしている。アンパンマンにとっての強さとは愛や優しさ、本当の勇気である。世界最弱のヒーローとも言われ、ひもじい人を助けたり、顔が濡れたりすれば力が出なくなってしまう。 どんなに困難な状況でもくじけずに諦めずに戦おうとする。しかし、テレビアニメでは敵から逃げたり、そのまま動けなくなってしまい、ゲストキャラクターがピンチに陥ることも多い。バイキンマンとは永遠に戦う宿命にある。みんなに迷惑をかけている時のバイキンマンには厳しいが、嫌っているわけではなく本当は仲良くしたいと思っている。 テレビアニメ版のエンディングで一緒に体操を踊ったり、チークビデオなどの OVA で敵対せず一緒に遊んだり勉強したり、漫才のような掛け合いを見せたりなど、本編以外では仲良くしていることが多い。バイキンマンをどう思っているかの質問へは、クラスメートのような一種の仲間、いたずらをしたら、アンパンチで懲らしめるけれどかと言っていなくなればいいということではない。 例えば胃腸の中の善玉菌と悪玉菌のように、光と影のように僕たちは、お互いがなくてはならない存在と答えている。テレビアニメ版に関しても、バイキンマンがいたずらをしたり、食べ物を奪ったりなどして、周りを困らせれば、彼の暴走を止めに入るシーンがある。説得しても聞き入れなければ、メカを壊したり、遠くへ飛ばしたり、除菌したりする。謝罪。 監禁、労働を強制することもあるが、最終的には彼を許し逃がすことが多く決して、殺めることはしない。その理由として、正義とは相手をやっつけることではないから、バイキンマンにはバイキンマンなりの正義を持っているかも、しれないから、正義とは、簡単に逆転してしまうからなどが挙げられる。バイキンマンとの戦いは単純な。 完全超悪を描いているのではなく、強制をメッセージとしている。光と影、プラスとマイナス、理性と欲求、と、バランスを保とうとしている。バイキンマンに顔を汚されたりして、戦闘不能に陥ることもあるが、新しい顔をもらったりして、必ず復活する。武器を携帯せず、素手で戦う姿勢は、どんな時も、 自分の力で困難を乗り越えていく姿を示している。そして、どんな相手でも、徹底的に打ちのめさず、バイキンマンの存在を完全になくすようなことはしない。また、素直とこや氷力すごい像などが襲ってきた場合、アンパンマンとバイキンマンは互いに争うことをしない。これは、一大事に敵も味方もないことを両者が理解している、ためである。 メディア専門家であるトーマス、ヘイレン氏は、失楽園、フランケンシュタインを呼び、スタートレックの中に、アンパンマンとバイキンマンに結びつくものがあると述べている。一人称は、僕。二人称は誰に対しても、君、君たちで、稀に、お前、あなたということもある。ジャムおじさんやバタコさんなどの目上の人には、丁寧語で話す。アンパンマンのセリフには、 下記のような言い回しが多い。アンパンチと、その派生義、戦う、アンパンマン像上知立な瀬高敷年間の前にある、芝風広場に立つ、全高約3メートルの像で、その目線の先には彼よりさらに大きい全高7メートルの、ジャイアントだだん像がある。アンパンマン像はそちらに向けて、アンパンチを繰り出す造形になっている。 開館15周年を迎えた2011年、東日本大震災に痛めつけられたこの年の日本にあって、みんなの夢を守るために困難と戦うアンパンマンにメッセージを託して、原作者やなせたかが寄贈し、7月21日に設置された。他の技を決め技に使う。ゲストキャラクターの活躍で、バイキンマンが倒されたため、使う機会がなかった。 バイキンマンから武器を奪い、それを使ってバイキンマンを倒したため、使う機会がなかった。バイキンメカの構造的弱点をついて解決してしまい、使う機会がなかった。バイキンマンを倒す時ではなく、別のタイミングでアンパンチで使い、バイキンマンを倒すのには別の技を使う。珍しいエピソードながら、複数回存在するゲストキャラクターが、 バイキン漫画のことが好きなキャラクターが登場するエピソードやコキンちゃんが登場するエピソードのほとんどは使われない。その他の技変身は以下の通りいろんなやり方があるため変身の記号は以下の通り元気100倍アンパンマン元気3倍アンパンマン勇気100倍アンパンマン元気300倍アンパンマンアメパンマンアンマンマン黄金アンパンマンお月見アンパンマン巨大アンパンマン 黒砂糖アンパンマン。笹団子アンパンマン、そうめんパンマン。大福マン、電気アンパンマン、春巻きアンパンマン。ビー玉アンパンマン、ホットケーキアンパンマン、水飴。アンパンマン、虫アンパンマン、赤ちゃんアンパンマン。ベビーアンパン忍者。主人公であることや、独特の体質などから、強制変身や固めの頻度は、比較的少ない。代表曲、アンパンマンのマーチは、テレビアニメ、それいけ。 アンパンマンの主題歌でもあり、ほぼすべての、それいけ。アンパンマン関連のアルバムに収録されている。アンパンマンのマーチ、アンパンマン体操、ドレミファアンパンマン、アンパンマン温度89は、ドリーミングが、何のために飛ぶ、僕らは、ヒーロー、勇気のるんだ。アンパンマン絵描き歌は、担当声優の戸田恵子が、アンパンマン温度99では、 ドリーミングと戸田の両者が歌唱に参加している。テレビアニメ、それいけ。アンパンマン放送30周年特別企画として、アンパンマンシリーズのテレビアニメと映画に登場した全キャラクターを対象とした人気投票、一番好きなのだあれが2018年7月20日から8月20日まで行われた。結果は10月3日のアンパンマンの日に発表された。 アンパンマンは第1位で第2位のバイキンマンと大きな差がついた。アンパンマンシリーズのキャラクターの姿をかたどったオブジェは日本各地にいくつか点在している。主人公だけあってアンパンマンのオブジェが数多い。神市立柳瀬隆記念館前に設置されている巨大な戦うアンパンマン像やバンダイ本シャビル前に設置されている FRP 人形など、 作品の制作及び配給の関係者が設置したものの他にも原作者にゆかりある地域に設置されているものなどがある。作品の関係者以外が設置したもののうちで記載するに値するような経済的もしくは規模的に大掛かりなものを以下に挙げる。石作りのものに関しては高知市のものを例外として大半は同じ企画で作られている。それらの各キャラクターは 三陰石でできており、標準的な大きさのものは、頭頂高90センチメートル、全高約1.2から1.4メートル。JR 四国パッセン系特急系、アンパンガマン列車、先頭車両には、空飛ぶアンパンマンがデザインされている。虹の帯は、本作アニメ版のオープニングアニメーションのイメージに、流っている。ありがとうございます。